ヘズマリュウさんね、最近もうすごいやばいことになってますね。大丈夫なのかなと思うんですけど、まあ、そもそもね、コロナウイルスに感染っていうのもそうなんですが、知事からもね、名指しで批判されるとかね、ニュースにももうなりまくりで、いや、びっくりですけどね、あの人がここまでやってるのか、まあ、当時から確かにやばいことやってるなと思ったけども、まあ、私としてもね、彼のことは批判してもいいし、まあ、実際彼の動画に出演した時に、動画の中で彼のことを批判するってことは、確かにしてるわけですけども、まあ、一方でね、当時の、まあ、私としては、うちの、こんなね、零細企業にもわざわざ来てくれるのかと思ってね、こっちとしては、来てくれて嬉しいなと思っていたわけでして、まあ、そんなになんか、個人的には、私個人は全く彼に対してね、なんか損害とかも被ってないから、まあなんか、それがこっちからあんまりバンバン批判するのもなんか悪いかなと思っちゃってる節もあります。まあ、つってもね、別になんか擁護するのもまたそれはもうおかしな話でして、昔のね、彼の動画とかを見るとそんな別にめちゃくちゃなことをやるような、おかしいやつじゃなくて、YouTube でああいった過激なこととかやらないともはやもう売れないような環境に来ているから、だからまあ、わざとああいうことを、まあ、やりたくもないのにやってんだったら見せてわかるしね、まあ、やりたくもないのにやってんのは大変だなとも思ってるんですけども、まあ、だからつってね、売れるためだったら犯罪でもおかしもいいのかって、それはまた違う話でして、で、まあ、その批判が、まあ、インターネットで盛んにされてると、もう、いろんなところで叩かれまくり、いや、叩かれるのはかわいそうとは思わないですよ。叩かれてね、当たり前のことなんだなと思うんですけど、まあ、別に叩かれて当たり前のことやってんだったら、私がわざわざなんか批判しなくてもね、もう、自動的に批判されてると思うんで、まあ、別にいいんじゃないですかね、ということで、私としては、特に、まあ、そういう批判する動画とかも上げないつもりです。まあ、私としてはね、彼が、いつか、普通の動画をね、出すようになるだろうと思ってるんで、普通の動画をね、出し始めた時に、遠藤さんみたいに、まともなことやり始めるっていう時に、まあ、じゃあ私も一回宣伝してもらったから、彼のことまた宣伝してもいいかなと思ったんですけども、まあ、それはね、まあ私も、まあ将来的にそういうことが、まああってもいいんじゃないかって気もするんですが、あまりにも、彼が、その悪い意味で有名に、まあもうすでに悪い意味で超有名になってしまったんですけど、なってしまうとですね、もうなんか、やっぱ過去になんか一緒にね、協力的なことでやったとか、そういうんだけでも、やっぱまあ絡みづらくなってくるというところがあるから、難しいところですよね。まあ、個人的には本当にね、ありがたいことをしてもらったなとは思ってるんで、個人的にはね、とつられるってやつも、私は全く1ミリも損してないから別に構わないし、嫌な思いとかもね、なんか視聴者の方からは、すごいスーツさんもあの時嫌な思いして大変だったね、大変だったですね、みたいに言われるんですが、全然そんな嫌な思いなんて、全くもって1ミリもしておりません、私は。でも、僕は悪い、嫌な思いしてないっていうだけだから、それで、だからヘズマリュウさん頑張れっていうわけにはいかないからね、まあ、彼のことを、擁護するようなことも、ちょっとしがたいというところ、微妙、難しいところですよ、これはね。まあ、そういうのをね、皆さんにお伝えできれば幸いです。まあ、なんか、みんなとしては多分私ね、ガンガン批判してほしいと思うんですけど、批判してほしいと思ってるだろうと思うんですけど、まあ、それもちょっとしづらいという、お話でした。まあ、そんな別にわざわざもたもたする必要もないんですけどね。どうもありがとうございます。